リーガ・エスパニョーラ第12節、レガネス対 FC バルセロナの一戦が日本時間19日01号に行われる。バルサが負けなしの単独首位を走る一方で、レガネスは5勝に分け4敗でリーグ9位につけている。バルサの選手たちのほとんどは代表ウィークで戦った後の体力的に厳しい戦いとなるが、代表とクラブの量。 方でチームを牽引するメッシはロシア戦を戦った後、ゼロイチ、ナイジェリア戦は休養を与えられている。しかし一方で、バルサはフィファウイルスの影響も受けている。メッシと同胞のマスチェラーノはナイジェリア戦で負傷、4週間の離脱になる見通しとバルサは公式で発表している。 CB のジェラール・ピケとユムティティがすでに累積警告を4枚与えられているため、あと1枚で出場停止処分が迫っている。監督バルベルデとしては頭を抱える問題ではあるが、チームにはフェルメーレンが存在する。バルサはレガネス戦後にユベントスとの CL グループステージ第4節、日本時間23日44。 と現在リーガ2位のバレンシアとの頂上決戦、日本時間27日445を控えている。開幕以来続けている CL とリーガでの無敗記録を伸ばすためにも、強敵にチームとの試合に向けてレガネス戦で弾みをつけたい。また、宿敵のレアルマドリードは日本時間19日445にワンダメトロポリー。 ターノでアトレティコ・マドリードとのマドリードダービーに挑む予定である。うん、スポーツ。